はい、皆様おはこねなちまんはよったんチャンネルでございます。今日もたわいな、ことをですね、ここ徳島県徳島市から、ドラドラよったんしたいと思います。今日はね、コロナが明けたのでまたフィットネスクラブ行こうと思って、今から行きます。これは徳島のふれあい健康館というところに決めました。昨日からいろいろ、その前もそうですけど、いろんなスポーツクラブ見学にも行って、結局どこがいいのかっていうのをぐっと探してました。で、ね、いいメニューがないんですよ。例えば私だったら土曜日日曜日祝日しか来れないし、この土日祝のしかも午前中ですね、に行きたいっていうのがあったんで、いろいろ探してました。例えば土日祝プランのメニューがあるかどうかとか、土日祝の午前中に何ができるのかとか、いろいろプールできるのかとか、いろいろ探してました。結局ね、候補に上がったのは、徳島市の神谷にある東急スポーツクラブ神谷店というところが、候補に上がったのと、あとふれあい健康館というところね、沖縄浜にあるのかな、その2つが、候補に上がって、もう1つまあサブなんですけど、なんかヨガの教室っていうのがあって、まあ、それでもいいかなと思ったんですよ。でヨガの教室は女性専用だったんで、イオンのね、沖縄浜店かどうか、イオンの水広店か、ここにあって、それまあこれが候補に上がらなかったんで、結局 OK スポーツクラブのタミヤ店か、ふれあい健康館ですね、沖縄浜にある、この2つで決めようと思いました。で結局ね、土日祝メニューが OK スポーツクラブはあるんですけど、まあ、年会費とか入会金が1万円いって、プラス月に6600円税込みで土日祝プランがあります。で、ふれあい健康館はそういう入会金とかなくて、もう1回行ったら500円か、プールもつけるんだったら1回1000円かっていうのになります。でね、営業時間も関係してて、まあ営業時間なんですけど、まあ OK の方は午前中10時とか9時半とかかな、9時からかな、あったんですよ。で土日、まあ、日曜日だけ行けるかなって感じ。これすごいな、パチンコ屋さん、沖縄浜のミリオンでしてて、ふれあい健康館は土曜日が11時半からなんですよね。で日曜日は9時半からなんですけど、またもう日曜しか行けないなと思って、1週間に1回ですね、ここちょうどここの右にあるのがそれ、ふれあい健康館です。でここの施設も大きいんですけど、ここにしようかなって思いました。1回週に1回だけ来て、1000円でプールとジムと両方使える、お風呂もあるしということで、まあ、週1回1000円払ってここに来ればいいのかなって気が、1000円か、まあいくら1000円か500円かどっちかですね、払ってこっちに来ればいいのかなと思いました。ちょうど今ね9時6分なんですよ。なのであと駐車場代がどうなるかはちょっとわからないんですけど、駐車場代100円かかるんか、あ駐車場代別にかかるな、まあいいけど、まあ、駐車場代が別に100円かかりますっていうとこですね。まあまあでもそのぐらいだったらいいかなって思います。なのでちょっと最初は、まあもう9時7分なんで20分ぐらいいろいろ見学しながら
入場券買いながらいろいろ試してみたいと思います。はい、ここですね、徳島市、沖の浜かな、ふれあい健康館のジムに行くようにしました。はい、また後で感想をアップしたいと思います。はい、後でね、この動画に続いて感想をくっつけてアップしようかなと思ってます。はい、入り口ぐらいは撮ってもいいでしょうけど、撮ろうかな。はい、ということで今からスポーツクラブっていうか運動していきます。